いつの間にかこんな名前になっとったんや。はい、ということでおはようございます、山田亮と申します。さあ今日はねどこにおるかというと、三重県が四日市市の、日永町ですね、の日永町目か、ね、四日市アセナロ鉄道の日永駅の前に来ておりますと、いうことですね。なんでこのところから始めとるかというとですね、まあ今日はね、まあ私と企画やるわけなんでございますけど、今日はね JR の方にね行こうと思うわけでございます。じゃあなんで JR に行くのにね、まあ、四日市市民の方でしたらね、ってなるでしょう。なんで長谷川鉄道の前におるのかというと、まあ、こっちの方からね、JR の方に、皆様どういうふうにね、行かれますかね。まあ、ほとんどがマイカーかなという気もしますけど、長谷川鉄道からね、こう乗っていくと、結構ね、お金かかっちゃうんですよね。近鉄四日市の前になって、で、そこから JR に出るのにね、また JR 行きのね、バスに乗って、まあ、もしくは歩くかとかね、いうようなところになってくるんですけど、実はね、日永のこの辺りからね、直接 JR 四日市の方に行くにはね、一つね、便利なね、路線バスがあるんですよね。まあ、それに乗りながらね、乗る準備をしながら、企画発表の方をね、やっていこうかなということでございます。先にまずちょっとバス停の方に向かいましょうか。っていうか、もう向かってますよね。日永駅はね、駅の真ん前にはね、駅のバス停がなくて、向かう、わざわざダメ、こっちだ。ちなみに日永の駅前はね、駅のすぐ真ん前にチェリオの自販機がありますからね、これはね、喉が渇いた時にも安心ですよと。まあこういうふうになんかいろいろと出てますけど、もうね、この信号をね、渡った先のところが、信号を渡った先のところがね、渡った先じゃない、この信号のところが、旧東海道の、横断歩道、交差点になってますんでね、っていうような位置合い、ね、来たところにね、ちょっとね、歩いたところに、実は日永駅前っていうね、バス停があってね、そんなにね、本数が多いわけじゃないんですけどね、まあ、こういうふうに。まあ1時間3、2、3本ね、来てるのが、これが近鉄四日市経由の、JR 四日市行きってことでね、なかなかね、ここから近鉄四日市に行くんやったら、まあ、アスラロー鉄道を使った方が便利です。ね、1時間に4本ありますし、ね、で、そのまま、ね、電車でね、時間読めてね、駅まで行けますからね、どうしてもね、このね、近鉄四日市まで行くことだけ考えると、ここからね、1号線に出て、ずっと行きますもんで、道が混むんですよね。まあね、地元の方でしたらね、よく分かってることなんだと思いますけど。うん、ね、その兼ね合いでね、まあ結構道が混むんで、わざわざね、こっち使ってね、行こうと思うとね、まあちょっとね、難があるぞ、ね、いうことなんですよ。これね、実は JR 四日市に直接行けるんですよね。そうすると何がいいかというとね、お値段がね、まあまあお手頃価格でいけるんですよね。220円でいけるんだったかな。まあ乗ってね、その辺りも検証していきたいと思いますけど、ちなみにね、今日これ、7時58分のやつに乗ってますけどね、これね、平日は、土休日はね、そんなにね、この時間帯は問題ないと思いますけどね、平日のね、この時間帯乗るときはね、ちょっと、普通を持とうよりも、一本早く行くぐらいでもいいかもしれません。っていうのは、前の道が先向いてる通り、非常に混みますんでね、JR の方行くにしても、道中でかなり、時間を取られることになると思いますんで、ね、それはね、ちょっとあれだと思うんです。多分ね、土日ならね、そこまでもね、混んでないはずなんで、これでいいんじゃないかなと思って来てますけどね。これですね。これでね、直接 JR まで行けるぞってわけですね。さあ、バスもね、ほぼ定刻ですね、15分定刻で17分かに着きました。もうほぼ順調にね、
やっぱこの時間やと来れますね。この時間というか、土日やと来れますね。ということでさ、やってきました。もう見慣れた光景、JR の四日市駅。ということでね、時間が余裕あるから、ちょっと、ここで説明に変えるか。よし。ということでね、改めまして、こんにちは、山亮と申します。さあ、ここからがね、本編、まあ今までのはどっちかというと前哨戦ですからね、ということでね、この JR 四日市駅にね、来ておりますよと、いつものごとくでございます。で、今日はね、どこに行こうかというとですね、大阪ナンバーに行こうというわけでございますね。で、もうね、四日市市民の方のみならず、三重県民の方でしたら、おいおいと、なるところでございますね。四日市駅からね、四日市から大阪ナンバーに行くって言ったら当たり前なんです。もう9割くぶくりの人が、近鉄使うわけですね。これはね、名古屋よりも顕著でね、実は。名古屋の人の場合は、新幹線使うという選択肢が出てくるんですよね。時間的にもそっちの方が早いですし。ただね、三重県の四日市から、これ新幹線系で行こうと思うとね、結局30分ぐらいね、特急で30分、約30分、四日市の方に行って、まあね、JR からでも、JR からでもまあ、ね、30分ぐらいね、プラスアルファかかって行って、ね、で、そこから乗り換えてになりますもんで、ね、まあまあ大変じゃないですか。特に難波に行こうと思ったらね、新大阪から難波はね、ちょっとまたかかりますからね、乗り換えてから。っていうことなんで、普通はね、みんなね、乗り換えなしでね、快適に行ってね、お得なね、近鉄特急を使うわけでございます。で、何が対抗策はないのか。ね、新幹線って言ってもね、が一番ベターな感じがするんですけどね、それだとね、なんか他にね、ちゃんとした手段ないかなというのでね。で、まあ、四日市駅に来とるということですね。で、普通なら、あ、そうかそうか、ね、何番に行くのにね。まあ、東海道線で行くのかね。うん、名古屋経由で東海道線でね、ぐるっと回っていくのか。もしくはね、関西本線、このままずっと関西本線を乗っていって、そうすると、関西本線に乗っていくとね、そのまま亀山からね、次、鴨ね、行ってね、この前に行ってきましたよね、鴨駅。とか、あっちの方に行ってしまえば、あ、なるほどな、南波にもね、同じ関西本線ですからね、そうそうそう、つながってるわけですから。あ、それで行くのかな。でもね、それは結構他の方もいろいろやられてます。四日市から行くことだけにね、特化して考えてみたんですよ。そしたらね、あるんですよ。もう一ルートがね。ね、もう答えも書いてありますし、もうとっとと切符買いますからですけどね。これね、ありますよね。特急なんてありません。そうですよ。こっちでしたらね、紀勢本線でしたら特急走ってますからね。そのまま、ね、勝浦か、新宮から、黒潮に乗ってしまえば、なんと乗り換え一本で行けちゃうじゃないですか。特急だけ。これきっと便利だと思いますよ。きっと便利なんじゃないかなっていうことでね。今日はね、四日市からね、とりあえず、そっちの方に、ね、行ってみようと思います。とりあえずね、切符買わんとね、話にならんでね。あ、すいません。まあ、普通そうですよね。行かないよね。うん。ということでね、まあ、ね、ここになるとね、大阪市内になってますけど、まあ、これで難波まで行こうじゃないかということですね。ちなみに、料金は8000円。ちょうどぴったしね、8000円。2510円に、で1万510円やろ1万510円に、1万3560円ね1万3560円ってことでね、新幹線乗った方が安かったかな、って気もしますけど、まあね、そんなはずはありません。きっと在来線特急の方がいいはずなんですってことでね、さ、来ますか。あ、飲み物買ってとこ。さ、飲み物もね、しっかり買いましたんで、まあ、中旅ですからね。さ、じゃあ、行きましょう。よいしょ。オッケー。さあ、長いっすよ、大阪までね。あ、そうか、号車確認しとかんとね。指定席検定取ってきましたからね。普通列車亀山行きです。この列車は各駅に停車します。よいしょ、何号車、4号車、向こうか、4号車、この辺りか。
今回は指定券取りましたけどね、こっちは自由券でもよかった気もしますけどね。こっちね、新宮まで。まもなく一番線に特急南紀1号 T 勝浦行きが到着します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は4両編成です。でまあ普通に考えたらあれですよね、自由席でもね多分問題ないんじゃないかなと思います。普通だったらいいんですけどね、去年実はね、あの鈴鹿サーキットでイベントやってるんですよね。スーパー GT がやってますもんでね、もしかしたらちょっと重積込むかなというね風にね踏んで、今回はこっちにしました。指定席にとりあえずしてみました。よっしゃ、つっても今回は手の字までずっと今回でも天王寺までずっとよし、ありがとうございました。紀伊長島に到着です。この列車は10時24分発特急南紀1号紀伊勝浦行きです。列車の発車までお待ちください。ありがとうございました。熊野市に到着です。ご乗車ありがとうございました。まもなく新宮です。出口は左側1番線の到着です。ドアから手を離してお待ちください。さあ着きましたよ。ってことで和歌山に入りますし、さてさてということで無事、新宮までやってきましたよ。であれなんですね、特急はこっち側についてもうそのまますぐにこの改札出てね、観光とかに行けるようにっていう、工夫がされてるんですね。なるほど、なるほど。とりあえずね、ここでね、通勤がね、12時50分。あのね、結構1時間ちょいね、時間がありますもんでね、次の黒潮まで。ここでね、もうね、ちょうど新宮ですからね、ちょっと久しぶりにね、ちょっと、柿の葉寿司なんかも買ってね、
行こうかなと思います。まあ、買いに行くぐらいの時間ありますからね。よし。さあ、ということで、久しぶりにやってきましたね、新宮。前回はちょうど、ここまでは来てたんですけどね。県外ね、渡れねえってことでね、県内縛りでしたからってことで、こっちには来れなかったんで、うどんの行くならやっぱしね、新宮でね、やったらもういくらでも何でもありますから。うん。で、ここら辺止めてね、ちょっとね、行くからにね、新宮からね、うどんのまで一駅乗ったりとかね、すれば全然ね、楽なんですけど、ほんと熊野からだったら大変だったな。さあ、ってことで、新宮駅。あ、眩しいな。さあ、で、ちゃんと、途中下車の増えてね。さあ、いい感じですね。ちなみに、ここから、早玉山の方にバスって出てんのかな？まあまあ、全然歩いて行って帰ってきても、間に合いますからね。相変わらず、新宮駅のバスセンター面白いですね。バック付けなんですよね。本宮さんの方やもんな。さすがにね、本宮さんには行けないわ。ね。ってことで、コミュニティバス乗ったら、早玉さんの方って行けるのかな、緑点線。あ、違う。これはなんかぐるっと回るんだ。市内の住宅地とかはぐるっと回るみたいですね。なるほど、なるほど。危ない。まあ、とはいえね、何せこの動画のね、初期も初期ですよね。一番最初のあれか、移動動画、旅動画でね、来たのが実はこの新宮でしたから、亀山発新宮行きのね、各駅列車で行くっていうね。まあでも、あれの方が到着する時刻自体は早いんですよね。所要時間は全然、やはり特急の方が短いですけどね。で、今回は、やっぱせっかくね、まあ時間もありますんで、駅前散歩リベンジでやりましょうか。まあここをね、過去に一回ぐるっとね、早玉さん行ってね、帰ってね、歩いて回ったことがあるんですけど、もう1年以上前ですからね、2019年の2月とかそれぐらいでしたよね。もう2年近く前か。そうですよ。ね、だいぶ時間も経ちましたからね、いろいろ変わってるかもしれません。ちょっと見てこじゃないですか。あ、そっか、前回までだ。ぐるっと商店街の方から大回りしたんですよね。そうそうそう。使用サンマなんか、サンマも。ね、今年は不良やって言われてましたけど、こっちの方はどうなんでしょうね。ラーメン屋さんなんかもありますけどね。今日はね、やっぱね、せっかくこっちに来たんだったらね、寄りたいところがね、いくつかありますからね。まず、あれですよね。基本的に私、新宮に来たら、ここの大蔵に寄らんと、新宮に来た感が湧かないんですよね。これがね、大蔵の駅前店でしたっけ。新宮駅前店とかじゃなくて、駅前店って名前だったんですね、確か。あれ、大蔵って和歌山県が地盤ですけど、あれなんですかね、和歌山でも新宮の方が、もともとの自慢なのかな。ここもね、あ、今、新宮駅前店になってるか。昔、駅前、なんか、新宮ってついてなくて、駅前店ってなっとったような気がするんやけどな。ちょっと古い写真、あったら出しときます。こんな感じ。改装前の写真にも来たことありましてね。そうそうそう。まず飲み物買ってこう。さあ、買ってきましたよ、ということでね。まあ、飲み物とね、あとね、なぜかね、このね、駅前の大隈に来るとね、商材云々というかね、そこの食品じゃなくてね、なぜかね、いつも食品以外のものを何か買うんですよね。それがね、いつもね、大ヒットなんですよ、自分の中で。初めて来た時はお弁当箱を買いましてね、これがね、非常に使い勝手が良くてね、重宝しております。で、そう、ちなみに大隈のすぐ歩いてきたところに大隈青果店ってある。前から謎なんですけど、ね、この大隈青果店は大隈さんと何か関係あるんですかね。いつも前を通るたびにここで、
どうなんやろうと思いながら前を通るんですけど、熊田、新宮は全体的に道はちょっと細めですよね。で、何話してましたっけ。あ、そう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 、あの食品以外のものを買うといつもね、当たりがあるって言うんでね。で、そう、最初来た時は弁当箱買って、で、その時来た時は、ボールペンがあったんですよ。で、なんか見たことないボールペンがあるなと思ったらね、試しに買ってみたらめちゃくちゃ書き味が良くてね、あの、サラサドライってやつですね。もう今ね、どこでも売ってるんですけど、あれをね、初めて見つけたのが、ここのね、あの、大桑の駅前店で。なんでね、なんかね、ここはね、その、そういった、なんて言ったらいいの、ドライでもないですよね、雑貨品のね、あの、品揃えがね、非常にね、いつもいいのがあるんでね、今日、そういえばね、ちょうどね、ちょっとね、前橋、ここのところね、あの、レジ袋の有料化になってからね、よく、あの、ご飯買うところがね、あの、弁当買うところがね、あの、箸がつかなくなっちゃったんですよ。あれはね、非常に不便でね、困ってるんですけどね、どうしたもんかなと思ったんですけどね、ああ、箸を用意しないといけねえなと思っとってね、なんか、ね、箸だけでね、弁当箱に箸はついてるんですけどね、基本的に弁当をね、食べるときっていうのは、出先で弁当を買うときには弁当箱持ち歩きませんから、ね、うん、どうしようかなと思って、あ、じゃあ箸をね、ちょっと買いたいなと思ってたんですよね。そしたらね、ちょうどね、良さげな箸が売ってたんですよね。こんなの。こんなのが売っとって。でね、早速使ってみようと思います。まあ使ってみた感想は多分文字で、テロップで出てると思いますけどね。うん。それはありがた。完全に住宅街っぽいところに入っちゃいましたけど。お前通った時とは道違います。でも方角的には合ってるはずなんで、そんなね、問題ではないはずです。うん、で、まあ、早玉さんも当然お参りちらっとしてきますけど、あの、一番の目的は、あの、早玉さんの近くにあるね、あの、柿の魚さんね、あの、うちが初めて食レポっていうかね、あの、食べ歩きでね、最初に買ったお店ですよね、そう。早玉さん巡って帰りに、あの、梅ソフトが売っとってね、こんな感じで。そうそう、それが美味しかったっていうね、記憶がありますけど。あら、こんなところに、昔ながらの郵便ポストがあるじゃないですか。ここは新宮局なんですね。熊野寺なんや、へぇ。結構古いですね。1号ポストやから、そりゃ古いのは古いんですけど。とりあえず巡ってもちっちゃいですもんね。熊野寺って名前なんですね、地名が。え？あれ？あ、違う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 、こっちじゃねえや。ここは何なんだろう？なんか公園かなんかなの？なんか入っていいのかな？立ち入り禁止ってなってないからいいですよね。津波一時避難場所、まあ、公園か。へぇ。ああ、危ない危ない。方角間違えとるわ。そうや、駅前店の方に降りるんじゃなくて、あそこまっすぐ行かなあかんかったんや。ああ、忘れとった忘れとった。何が散々来てるかよく分かってますってね、なんかそんなようなことちらっと言っとったけど、ねえ、電源撤回も撤回ですね。はい。いやー。何ここ、めっちゃ景色良さそう。ちょっと、あれ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 、まだ元気。っていうかね、あの、毎度のごとく、夜勤明けの、そのまま出勤してね、出てきてるんで、ほぼ貫徹状態なんですけどね。2時間ぐらい仮眠が取ったけどな。あ、綺麗綺麗綺麗。すごい。見晴らしいじゃん、ここ。なんだこれ。あ、津波から避難するように作ってあるんだろうな。ダムで車椅子の人とかでも登れるようにこう、ぐるーっとスロープも作ってあるということなのかな。前には橋、なんか欠けてますね。早玉さんはこっちの方だよな。こっち行ったらダメだわ。よいしょ。危ない。でもここ景色いいな。ぐるっと見渡せて。あ、そうそうそう。大桑がやっぱすごいですからね。
ね、ほら、今勝った大桑さんがちらっと見えますけど、バンして、くるって向くと、ここにもね、こっちの大桑の方が大きいですけどね、ありますからね。おー、すごいな。え、これ、ぐるぐるの方はどれ通りの？これは、ぐるぐるーって行ったら、あ、降りれる、降りれる。あ、こっちの方からとか、四方の方から津波の避難でパートに行けれるような構造なんでしょうね。へぇー。あ、こっちはでですね。で、このままずっと歩いてって、熊野地郵便局。まあ、昔ながらの特定局って感じですね。まあ、ここは新宮の郵便局がね、ね、駅の反対側の方になりますけど、まあ、歩いても行けない距離のね、でもないところに、ね、大きい郵便局ありますからね。のどかな道です。そうだね、休日はやってないですね。年賀状の時期ですね。あ、こんなところに、なぎの湯。へぇ。ザ・銭湯、これ銭湯の上がアパートになってんの？個人宅が上にあるってね、オーナーさんの家とかがあるっていうのはありますけど、面白い構造だし、400円って安いな。いいね。あ、そら、上マンションってなってるわ。面白い構造だ。そう、余裕あるからって、あんまりね、嫌だから、ね、これまた、古めかしい。これ、読めますかね、今の子。これで健康保険歯科医ですよね。歯医者さんだったんですかね、ってことは。旧時代で、ああ、ここか。今も歯医者さんありますね。きっと、もともとはあっちだったんでしょうね。あ、この前で、多分、早玉さんに、行く道だ。よしよし。だいぶ大回りしてましたね。あ、ちょうど駅前のところに戻ってきましたね。あ、とんだ大回りしたな。あ、とんだ大回りしたな、これ。よし。よし、頑張ってちょっと挽回しましょう。面白いですね。メラ医院っていう内科があって、メラクリニックっていう外科があるんですね。きっと、一緒のね、系列なんでしょうけど。あ、観光バスからね、曲がったりしてきてます。ね、曲がって、来る先の方から早玉さんがねあるわけでございます。よいしょ。すごい、南紀名古屋。ああ、高速バスだ。あら、おい、いい香りがしてくるわ。あ、これは昔ながら、あ、前も前通ったことありましたね。うん、まあ、そっか、ここの前を通ってるわ。うん、ね、過去に。で、そこ税務署ね。そう、一つだけね、参ったことがありましてね。今もすぐお昼の時間ですね。もうすぐ昼の12時という時間帯ですけど、考えてみたら、夜中の12時から私何も食べてないんですよね。12時間。ずーっと空いてるんで起きたまんまね。ちょっと仮眠は取りましたけど。まあまあ腹が減ってますね。そう。でね、ちょっと腹が、小腹が空いてきたかなと思った頃ぐらいにね、そのうちの車両にね、ツアー客のね、皆さんも乗っておられまして、そのツアーのお客さんがね、道中ね、お弁当が配られてね、もう早めのお食事時間でございますって感じでね、なっておりまして。あ、また皆さんね、美味しそうなね、ツアーで出るね、お弁当ですからね、美味しそうな仕出し弁当をね、食べていらっしゃいましてね、まあ、思わぬ飯テロになってしまったというね、
ところでございましてね、まあまあね食欲湧いて、ただね今日はね食べたいものがねちゃんと決まってますからね。そう、何度かね来たかったんですけど、本当はこの前のうどんの時にもねこっそりおフレコで来たかったんですけどね、まああの YouTube の企画だけでやってるわけじゃなくて、あ、ちなみにここで列車通ってたらいい景色が撮れそうですね。こんな感じ。そうだ、前来た時はちょうどあそこの今前に見えてるローソンがちょうどオープンした日だったんですよね。で、オープンの上り振ってるスタッフさんとかいましたね、そういえば。まあ、こっちの中の方が商店街のね感じのになってますよね。こっちの中の方から撮ってた方のがいろいろ店もあるし楽しいかなとは思います。うん、まあ、こっち側もね、もう結構ね言うてお店ありましたけどね。そう、新宮の街は結構、熊野もそうですけどね、ギュッと詰まってますからね。で、街の規模で言うとやっぱ熊野とかよりも全然大きいですからね。うん、え、今市町村の規模で言ったら、まあ、和歌山市が一番でかいけど、2番目、あ、でも田辺の方が今大きいのか、そのね、人口とかそういった意味で言うと。まあですけど、田辺か新宮って感じですよね。この3点がちょうどポンポンポンと、縁をね固めてる感じですからね。で、中にあるのが九度山町とか橋本市も和歌山ですよね。うん、そうそうそう。あれ、この前あれか、ワンちゃんが出てきてわーってやってたのってこの辺りでしたっけ。そうだ、確かこの辺りだったよな。あ、ちなみにその時の模様がこれね。しばらく VTR 入れとこうか。これね。あ、こんにちは。ニハオ。ねえ。残念、私より遠くの人やったね。うん、ね、びっくりでしょ、これね、最初のその旅動画の時に起こったね、金ハプニングだったんですけどね、あれはなかなかカオスでしたからね。帰りは、一応バス使った方が良さそうかな。今何時、12時23分、やばい、めっちゃ時間過ぎてるじゃないですか。これ中見てたら間に合わねえな。ちょっと余分に寄りすぎましたね。よし、作戦変更でね、潔くバスで行きましょう。ただバスも30分に1本か、うまいことくればいいけど。とりあえず昼飯はね、ない、柿の葉寿司なんで、買ってね中で食べれますからね、車内で広げてゆっくり食べながら移動すればいいですから、まあ、ね、食事時間はね大丈夫だろうと。で、懐かしの地下通路ですよ。地味に毎回地下通路を通る山田さんっていうね、だったらもう例のうどのですからね。よいしょ。そうそうそう、うちのところでね、地味に細かくね地下通路いろんなところ渡ってきてますけど、ここが2番目に渡った通路なんですよね。この撮影をした日にね、四日市の地下通路を最初に通って、あの動画が地味に伸びてますからね。そう、地味にねずっと再生入るんですけどね、あの時にここも実は通ってるんですよね、向こう側からですけど。
よし、渡ってきたら、もうそこの前が早田さんなんですけどね、ちょっと今日は、中入ってやっとったらちょっと12時50分でして、ちょっともう30分切ってますからね、今日は、ちょっとあそこで大回りしすぎましたね、新宮駅のところで、だいぶ、ね、地図でこう行かなあかんのに、こっちにずーっと行ってましたからね、そりゃあかんわっていうね、よし。で、確かこの辺りに、昆布屋さんなんてあったんだ。西はやはり昆布専門店あるんですね。ね、昆布店ってなってますもんね。まあ、それぐらいやはり関西ではやはり昆布大事なんですよね。うん。京都あたりが強いんでしたっけ？ね。北海道で採れたのを舞鶴かどっかに持ってきて、鶴岡か舞鶴とか持ってきて、で、運んでね、こう、市内回してましたっていうことなんですよね。で、お、和歌山、ここだ、柿の魚さん。ここの柿の葉寿司が美味しいんですよね。柿の葉寿司っていうと奈良のイメージが強いですけどね。ここの柿の葉寿司美味しいですからね。買ってきましょう。ソフトクリームは今やってないのかな。これ前食べたソフトクリームがあったら一緒に買いたいところですけどね。いやー危ない危ない危ない。なんとラスイチでした。なんとちょうどこれで売り切れということで。いや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 。危ない危ない。これ、早田さん回ってから言おうとったら、もしかしてアウトやったかもしれませんね。今日一番の目的、これですからね。新宮で乗り換えにした。本当はあそこ。キーカツーダや。キーカツーダね。キーカツーダの方で降りた方のが、通行が良かったんですけどね。相手の新宮の方でね、行ったっていうのはね、何せこれが買いたかったからなんですからね。危ない危ない。本末転倒になりかけました。よいしょ。今からやったら、まあ歩いても間に合わんことはないでしょうからね。もう改札くぐってすぐですからね。よいしょ。飲み物も買ってあるし。あっちやとちょっと起伏がありましたけど、こっちから行ったらね、多少起伏が緩やかですからね。で、中野町商店街の方から抜けてきました。よいしょ。ね、和歌山ですけどね、和歌山っぽいものもね多いですけど、やっぱりね、当然大桑とかもそうですけどね、百福銀行なんかもあるっていうのがね、こう三重と和歌山のちょうどやっぱね、接合点なんだなって感じがしますよね。だからうどるの人は多分この和歌山の百五銀行使った方のが三重県ですけど、ね、三重県の銀行ですけど、近いんじゃないかな。まあ、日曜日ですし、だいぶガランとしてますね。やっぱり日曜休みのところが多いですからね、三重県のところは。前来た時にちょっとここも気になってましたけどね。キャロットさんで。ちょっと中で食べてる時間がねえな、今日は。しまってしまった。で、この前あれですよね。そうそう、ここも現役ですからね。この前この国有の看板すげえなと思って見てましたけど、冷静に見てみると、このセーラーマン年筆の、このデザインも相当すごいですね。加藤節屋さんもあるな。加藤節屋さん。そうそうそう。散々ね、カツオだしより昆布だしみたいな話をしてましたけど、カツオが取れる土佐がすぐ近くですからね。
あ、新宿だとすぐ近くという感じはちょっと薄いですけど、和歌山だったらね、何せもう本当に渡ってしまえばすぐね、阿波ですからね、高知ね、四国と本当に近いですからね、フェリーですぐ簡単に行きますしね。食器屋さん、すごい、あ、土鍋がいっぱいとか、そうだね、土鍋の時期ですもんね。これもすごいな、いろんなのあるな。陶器、あ、そうか、陶器だからか、へえ。いつの時代のやつなんだろうっていうのが結構ありますね。へえ、じゃあね、低いね、低いな。へえ、ああ、青年会議所さんか。へえ、こんな建物のところにあるんですね。結構いろんな雑居ビルの中に入ってるイメージが強いですけどね、青年会議所さんって。うん。四日市は商工会のところに、いや、違う、商工会とはまた別の建物だ。ね、入ってましたりしますしね。違ったよな。商、うん、二の子が商工会議所やろ。で、二の二に商工会館って、ああ、そうそうそう。別々別。ね。そうそうそう。懐かしいな。だってこの前ここに来た時はね、普通にその商工会議所とかあの辺り配達やってたんですからね、まだ。今となってはもう懐かしい感じですけど、すごいすごい睨んできてますけど、なんだこれ、なんだこれ、帽子屋さん、帽子専門店なんだ、すごいな、なんかいい、なんかすげえな。結構アパレル系の店とかでも営業してるところが多いですよね。結構これは何せ最近はね、もう本当に本当商店街によってはめっきりもう空いてる店を探すのが大変みたいなところも多いですからね。なんだこれ、青空市場みたいなやつ、みかんか。まさかのね、北原美玲さんですよね。北原美玲さんって名前を聞くと、ワイルドハーフに出てきた猫耳の女の子ね、のミレイちゃんってのを思い出すんですよね。俺ら世代でも通信とかだ、これ。ほとんど通気ないんじゃないかな。あ、お弁当屋さんは閉まってんのか。駅どっちだ？駅どっちだっけな。あ、ウェイさんが出てきた。ウェイさんでしたからね、今使ってるあのこの SD カード買ったのね、あの熊野で熊野まで来て SD カード忘れたことに気がついてね、買ってね、まあまあいいお値段の、やつですけどね、まあ今となってはいい思い出ですよね。500メートル、もう近くですね。大丈夫だろうな、乗り遅れてねえだろうな。参拝をカットしたんで、42分、お、まあ、ちょっとまずいぞ。何分でしたっけ、50分とかもしれない。100メートル10秒で走れれば全然余裕ですけど。無理ですからね。さあ、ちょっと駆け足ね。ちょっと。
これが三角町のあたりね、ホテルなんかでゆっくりしたりね、観光するのにもね、ホテルで泊まってね、それでね、本宮さんの方にね、次の日に出かけるなんていうね、プランなんかもいいんじゃないかななんて思いますよ。よいしょ。あ、南紀が来てる。名古屋行きの南紀ですよね。本当だったらここら辺で行くね、多分今から出発するんでしょうけど、それだとこれやけど、ちょっと撮ってたら、そのまま多分、黒潮が来て、接続するはずですから、面白いな、この辺りもね。こっちの方もね、河川敷いてあるんやな。ね、すごいな。コミュネット悠々ってなかなかなネーミングセンスですねと思った。郵便局だ、そうだそうだ、新宮局だ。おや、あと一回下らなあかんのか、はあ、そっか、和歌山か。あ、で和歌山ね、パンダで有名な和歌山県だもんな。ああ、そっかそっか、そうだったんだ。よいしょ、よいしょ、ほぐしどころ捕まえますけど、まあ、ずたばたしながらも。駅前までやってきましたよと。よし。あ、今度、髪切りますか。よし。で、雇ったら、いつうちに、来るはずですからね。あ、ここタピオカ屋さんになってたんだ。いつの間にか。前からかな。あ、えらいピンとこずれとった。よし。前からちょっと発表会やってましたっけ、なイメージなかったけど、結構お客さん多いな。いいことです、いいことです。さあ、で多分言うとるうちに黒潮をやってきますからね。黒潮を乗ってきました。あ、もう案内出てますね。12時50分ですね。お、まあまあギリギリだったな。いかんいかんな、道中余裕見すぎた。あ、すいません、はい、はい、特急券も一緒に見せてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ6号車一番奥までお進みください。はい、ありがとうございます。さあ、普通列車も行きますけど、さあ、黒潮6号車一番奥やでね。ちょっと一緒に乗ろうかな。あ、でもかっこいいですよね。まあ、イルカで有名なところやから、やっぱシャレなんでしょうかね。おっしゃろう。まあ、自由席もまあまあ、埋まってますね。不幸者一番奥だな。よっしゃ。6両編成なんですね。もう多分、もう発車まで時間ねえから、先頭は後で取ろうか。よっしゃ。6号車の、海側が取ってくれとる。やった。
At the rear, car number one is the green car, and cars number two and three are non-reserved cars. Please use the exit at the back. Passengers in car number four, please use the exit at the front.暗くなりましたね。やっと着きましたよ。天王寺まで、とりあえず天王寺まで来ましたけどね。いやー、長えな。ね、それは8時37分が乗ってるんやから、もう8時間か。ね、たってもんな。さあ、ということで、とりあえず、黒潮に乗って、天王寺まで来ましたからね。あとは、ここから先は、17番ホームに来るんやから、これまとったらいいやな。あ、まとったら来ますね。とにかく何番まで行かないといけませんからね。新宮から乗りっぱなしっていうのは、まあまあ来ますね。ああ。
まあしかし広い駅ですよね、天王寺駅は、うん、で一つミスったのがね、最初天王寺で降りて飯でも食って何番向かおうかなと思ってましたけど、切符がこれになるんですよね。考えてみたら四日市から買ったらこういう切符になるから、ここで天王寺で降りたら森田回収されてしまうんですね。途中下車できないんですよね。いや、しまった。広島での失敗は何にも生かしてませんよね。いいだろう。ホームに自販機ないんですね、そういえば。どこだとこにあるのかな。自販機ねえな。駅中こんなにいろいろあんのに、ああでも、このようとこあるんやけどな、44分5分ではちょっとさすがに厳しいな、この辺り安いんですけどね、ちゃんちゃんちゃん、そんなおしゃれなカフェとかいらんねん。ただ飲み物が買いたいだけなんやな。ああ、セブンあるやん。セブンでいいじゃないですか。はいはいはい。よし。しまった、逆やつ。ああ、そうだ。よし。やっぱ、ナンバー行くやつは、この色なんですね。こいつなんですね、やっぱ。この付近は、ホームが近く。あ、でも、あ、こんなとやったらそばそうやな。よし、こんなとにしましょう。逆でまあ、この事件は関係ない。またこんな買いやがって。さあ、着きましたよ。もう柏駅に変わってますけどね。あれ、駅名表がね。JR 難波駅ってことね。こんなとこ、こんな端っこにあった。JR 難波駅。いやー、やっと着きましたね。さあ、今の時間が、結局、どんだけかかったのかな？磯川は回れってことはしてきましたけど、16時52分ってことは、18時37分に出たんやから、8時間15分。1時間15分か、ね、平日の普段のほぼほぼ勤務時間じゃないですかね。うわぁ、うわぁ、これは急がば回りすぎたな。まあ分かってましたけどね、そりゃそうよ。やっぱしね、そうですね、やっぱし時間のこと考えたらやっぱし近鉄使った方がいいかな、四日市からナンバーは、うん、ね、やはり、というか関西本線できた方が絶対いいですね。うん、それはいいですね。あ、でもね、やっぱ道中の景色はやっぱりいいですよ。何でね、ね、東海道新幹線も近鉄もね、火の鳥もね、全部ね、山中走ってきますから、ね、この南紀と黒潮はもう海側走ってきますからね、でも景色は一番いいんじゃないかな。ああ、そうそう。で、道中でね、降りてね、新宮とかでね、ご飯食べて、まあで、キーカツラでね、マグロ丼とかも有名ですからね、あなたりとかも食べてとかっていうね、途中下車をして行くっていう手もありますしね、うん、道中を楽しみながらやるっていうところも含めて、ね、総合的に見てみたら、ね、ワンチャンありかもしれませんよ。12,560 円っていう値段がね、火の鳥3往復で、火の鳥2回分 ?3 回分 ?4000 円ぐらいやもんな。4000円ぐらいやから、火の鳥3回分か、1往復半できるか、火の鳥で。あ、ね、っていう気もしますけど、いや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 、ね。で、やるのをね、どんどん使っていかんとね、ね、うん。ってことでね、とりあえずね、そばこれでね、JR 四日市から JR 難波までね、在来線途中で移動したっていうのはね、終了にしたいと思います。まあ、この後またちょろちょろと通ってきますね。はっきりしています。帰りは火の鳥使いますからね。同じ工程乗れるか。
っていうか明日の仕事に間に合わなくなりますからね、そうそう、ということでとりあえず国鉄電車に囲まれながらひとまず動画始めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、山寺と申します。というかまあね、続きのね、番号の割り振りは続きにしてあると思いますけどね。いやー、しかし本当に、ここは一応ね、大阪の、大阪府の何区、ここ何区なんや、まあ、とりあえず JR 難波に来てますよと、でね、大阪難波って、JR 難波って面白いです。大阪難波っていうと、近鉄の方の駅名になっちゃいますからね、とりあえず駅だけ見ると、ちなみに、金長ってなってると、まるで近鉄長みたいな感じですよね。で、そう、構内がね、JR 難波駅って、ぶっちゃけそんなに電車来ないところじゃないですか。ね。これだって、難波ですよ。大阪のど真ん中ですかね、今、こんな、悠々と動画撮ってますけどね。時刻表も特に飾ってねえんだよな。当駅は12分。2番乗り場から普通に王子行きが発車します。王子行き、柏田行きないね。端っこまで来てしまった。いいですね。そう、この駅謎なのか、二面温泉もあるんですよね。やけどこっち行くわって使っとるところを見たことがないけど、まあ、ピーク時とか使うのかな。で、何なんでしょうね、この先は。でも一応ね、ターミナルがあって、で、まあこれを前にやりましたよね。近鉄のやつを取りに来た時ついでにやってますけど、なんか先がなんか続きそうな感じに作ってあるんですね。なんか延伸していくのかな。延伸するってなるとまた面白いですよね。そう、難波駅面白い。JR 難波駅はね、ちょっと面白いところなんでね、ちょっとね、ぐるぐると見ながらね、行きたいと思います。で、こっからはね、とりあえずね、何をやるかって言ったらね、まあ、ターミナルはもうやったやないかで、ね、次になるかやるかって言ったら、まあ、うちでやるって言ったら、やっぱりあれなんですよ。ターミナルじゃなくて、駅間散歩ね。駅と駅の間を歩くっていうのでね。で、最近分かったわけですよ。いろいろとシリーズを上げました。でね、傾向としては分かってきました。やはりローカルな駅よりも、メジャーな駅で上げた方のが再生は伸びると、いうことでね。何してね、いろいろと上げました。一番上がって、再生数がダントツで伸びてるのが静岡の駅なんですよね。静岡駅から新静岡、逆か、新静岡から、静鉄の、新静岡から静岡駅、JR 静岡駅まで歩いたやつ。あれが一番伸びてるんですよね。ね。その駅間散歩っていうほどの距離でもないんやけど、やっぱ空いた街中のね、人気のあるところの方がね、再生伸びるみたいなんですよ。ね。ってことでね、今回何し、難波じゃないですか。難波ですよ。ね、南の中心ですよね。一っ子一人映ってませんけど、今、画面にはね。で、ここからね、じゃあね、あと、この辺りでね、なんか有名な駅じゃないかなと思ったらね、そうそうそう、南海ね、南海の駅に行こうってわけですね。え、何や、南海の難波にでも行くんかって言ったらね、そんなことしたらな、三密になっちゃうじゃないですか、もともとないこと言いますけどね、もう一つあるじゃないですか、南海といえば有名なね、塩見橋駅っていうね、ターミナルがありますからね、ちょうどね、JR の難波駅はね、塩見橋寄りなんでね、近いはずなんで。ね、大阪の南のど真ん中で三密を避けた、ね、撮影をじゃないかという、ね、ことでね、そっちの方から行こうと思います。とりあえず JR の難波駅出ましょう。で、そう、世の中にはいろんな駅があるんですけど、もう3番4番使う気配がないもんな。もう5時ですよ、ね、8時に出て5時ってもう見事にほぼほぼ一仕事した感があるんですけど、こっからね、残業しますよ、とりあえずね、塩見橋までどう行ったらいいのかな。でも言うても本当に言うてなんてな、ね、
名ばかりと言われようが、ナンバーナンバーですからね。塩見橋も言うてね、その閑散とした駅とは言われてますけど、駅からすぐ近いはずなんですよね。そうそうそう。ちょっとそのあたりは確認しながら、一派のなんかあいつがいますね。これせっかくだからちょっと持って帰りたいな。さあ、乗車記念の処理もしてもらって、こういうポチッてするのもしてくれるんですね、ここは。JR 西のやり方なのかな。まあ、とりあえず、無事出場も終わりましたんで、こっからは歩きましょうということですね。その前にはちょうど ATM があるんです。普通に行こうとするとやっぱ難波ですから、やっぱ南海電車の案内が出てますけど、多分これは南海難波でしょ。ってことはこっちに行ったらあかんくて、東西南北が分かりにくいな。外でやんと分からんな。もうまあ近い駅なんやから案内があっても良さそうなもんやけど、全然案内する気はなさそうやね。今この辺りに乗って、こっちがあれやろ、近鉄やな。こっちが近鉄なんやで、で何回やろ、これで千日前でこっちからかね、こっちなのよね、塩見橋って。これでとりあえずこのまま上出て出た道を左に行きゃいいんやな。よし。なんだか行ける気がするぞ。よし。あ、まあ、しかしいろんな道ありますね、さ。そうそうそう。JR のナンバーがね、あれやって言ってもね、ちゃんとね、食べるところマックもあるし。あ、そういえばあれか。こっちはマクドやったな。まあまあまあ。おうおう、やってるやってる。近鉄電車で。行ったらええね。これ降りてったら港町船着き場。あ、ちなみにね、この次はね9時半までね時間余裕があるんですよね。余裕があるというか、どっかで時間を潰さないといけないというか、まあ用事を済ませるわけなんですけど、その間に細かい、大阪の方でちょっとね、だから大阪の方に来ないとねできんこと多いですからね。そうそうそう。ただなるべく寒さ避けなあかんっていうんでね、本当は一番行きたいの、全然多分行きたいんやけど、ポン橋の方に行きたいんやけど、あっちには行けんやろっていうんでね、船着き場なんてあんの、なんなん、まあ、港町って言ったら元々のリアルナンバーの駅の名前ですもんね。なんなん、どっちなん、そっちが通路なんかな、あ、そっちが通路っぽいな、はあはあはあ、無駄に登ったな、あー、めっちゃ無駄に登ったな、でもない?あ、じゃあ、そっから、こっから上がれんのか。なんなん?船着き場ってなんなん?はい、10秒でツッコミ出るシリーズね。JR ね、大阪ナンバー駅にね、JR ナンバー駅に来てますけどね、もう一人イオン銀行のあれなんですね、イオン銀行のやつ使ったんですけど、なんかこれ、ワン使えないんですね。あるんやね。イオン銀行のやつで、ワンのチャージできないやつなんてあるんやね。まあ、今日は引き落とし、現金落としたかったんでね、まあ、問題ないんですけど、うん。そんなやつあるんやね。で、何なん?船着き場って何なん?昔の船着き場が再現されてるってことなんですかね。こんな構造になってんね。これ何?何のオブジェクトかと思った。これ阪神高速かなんかが。すごいな。この距離で阪神高速あるの、なかなかね、高速は。ここは狭いな。あ、やっぱ標識案内も上本町6ってなるんや。へえ。上6ですよね。ほいで、まあ、上本町だけでも平気がするんやけど、やっぱ上本町6っていうね、上本町6丁目で上6やったっけね。近鉄の
上本町駅があるところですね。そうそう。で、あの辺りがいわゆる、中心街っていうことで、上六っていうふうに呼ばれるっていうのは、さすがにね、知ってますけど。わざわざ案内で書くんですね。へぇ。1日1000円やったらそんな高くないよな。大阪ってやっぱちょっと、少しずれたら、もう、がぜんお得になりますよね。うん。まあ、何せ、ね、コスパ、最優先国ですからね。出て、左に出て、こっち行けばええんかな。なんか書いてある。ちゃ、今、女がここで。こっちにあんの？気になるで見てこう。そうやね、この建物の向こう側ってなったもんな。何？中突っ切ってええんか。やけどこれは？どうなったのこれ。中を突っ切らせてもらおうかなって言ってましたけど、え？なんなんこれ？これ高速なん？は？え？そういうことやね。私が中を突っ切らせてもらおうと思ってたけど、まさか高速道路が中突っ切っとるってなんて、そんなんあるん？そんなんあるんや。どうやって作ったんこれ。あれかな、結構有名なやつなのかな。相当珍しい感じですよね。で、あれは何、どこに続いとんの。何何これ、なん、あ、でもなんかちょっと見応えありそうやん。何が何がどうなってな、どうなっとんのか何も分からんけど。しかしとにかくなんか面白そうだぞ。うん。三密も避けれるし。うん。で、さっきのやつはどこに行くんの。何これ。あ、本当に船着き場や。へぇー。なんなんか、なん、上から見れんねん。へえ、綺麗なん。あ、写真撮っとる方もおるわ。へえ。あ、船おるで、現役でやったら船着き場なんや。なんなん。港町。うん、船着き場ってなってます。一本松海運。あ、ちょうどリバーサイドの憩いの場みたいになってるんですね。切符売り場もある。え、どこに行くのこれ。へえ、ねえ、これもうちょっとくれてきたらいい、ねえ、ユーモア感もね、ユーモア感じゃないな。なんていうの、おしゃれ感ね。出てくるやつが、まあ、十分もうね、もうマックスでおしゃれな感じになってますね、この辺り。へえ。何これな、おしゃれやな。何なんかね。だけど、こっからこうやって見直すと、大阪の街って感じがしますよね。やっぱ大阪こんな感じですよね、イメージ。うん。で、さっきの高速が、あ、そこに出てくんのや。へぇ。あ、こう通ってな、突っ切ってくんやね。そうですね。やっぱし、あっから中を突っ切ってそこの先に出てきとるんやね。あの高速。確かに地図見ると建物の中を通ってって感じになってますよね。へえ。で、なんなんこれ、猛禽類カフェっての気になりますけど、猛禽類がなんか、あれかな、と、
触れ合えるみたいな感じなんかな。で、向こうの通り人多いな。川が東西に走っとるんやな。川が東西に走っとるんやで、こっちからずっと道頓堀の方か。この先をずーっと見ていくと、ずーっとズームしてずーっと行くと、道頓堀なんや。ああ、なるほどな、なるほどな。こっちから捕まえてきた。で、潮見橋ってことは反対や。こっちやね。閑散としてる感じやな。閑散としてそうやな。でもいいじゃないですか。でも、おしゃれそうな店も見受けられますし、ちょっと川の向こうから渡っていきましょうか。せっかくなんで、一つ筋を北の筋に外して、こっちが汚いよね、これで。西日が向こうにあるもんね。よし。そうそうそう。そう、一つね、今回の、先にやったね、JR 四日市から JR の難波まで、在来線特急で行くって言ってね、南紀と、黒潮乗ってぐるっと回りましたけど、一つね、誤算だったのがね、火の向き。何の話しとるんやと思われそうですけどね。こうちょうど紀伊半島ぐらーって一周するような形で行きましたでしょう。そうするとね、朝8時は東向きの日がずーっと海側の席にね、取ってやってましたんでね。だから景色が良かったんで、もう、それはもう全然 OK というか、ありがとうございますなんですけど。ただね、ちょっと結構さんだったのは、私、夜勤明けで徹夜、もう、で、できないでしょ。途中でちょっと寝ようかなと思ってたんですけどね。ずーっとね、直射日光がね、日差しのね、さんさんとね、浴び続ける。で、お昼過ぎぐらいにちょうど南向きになるあたりにいたでしょ。だから、あれね、そっからも先も、またね、ずっと日差しが差し込んできて、で、そのまま西日が、そのまま窓から差し込んでくる。で、ぐるーっと回って、今度、西側が海側になりますから。よってね、ずーっとね、太陽の強い日差しを浴び続けた結果ね、全然寝れなかったっていうね。これは郷さん。すごいすごいすごい。一本入った感じありますね。おお。レジデンスやから。なんかおしゃれなお店多いやん。なんだこれは。一本筋が変わるとやっぱし雰囲気変わりますね。これは地名でいうとどのあたりになるのや。住吉橋。はあ、ははあ。で、そろそろ一回こっちに渡ってくるかな。もう一本ぐらい行けるかな。あ、もう一本行けんな。ああ。よしよしよし、行こう行こう行こう。ほうほう。で、この辺りはあんまりナイトの店はない。繁華街とは、南の繁華街とはだいぶ違ってきてるんですよね。っていうのが、コインパーキングを見ると分かりやすいっていうね。どっかの動画で、広島の動画かどっかで言ってましたよね。そう。ね、昼間からくっそ高いでしょ。ね。時間、24時間じゃないですよ。時間内で1700円ですからね。くっそ高いの、これ。で、もう、夜間は400円ってことで、オフィス街とかになるとね、こういった、傾向が出るようですね。諏訪境とかあっちの方とかね。あ、まあ、諏訪境は夜の店も多いんで、夜も高いですけど、四日市の場合はね。諏訪町なんかは、こういうふうな風になりますよね。一歩外れるだけで。逆に西浦の方とかはあんまりこうならないっていうね。西浦、西新地とかはね、そうそう、四日市の場合でだけで話してますけどね。で、これは、南堀江一丁目。南堀江一丁目らしいですよ。で、24時間オープンのフィットネスジムね。増えましたね、ジムも。あ、でもなんかいろんな店あるじゃん。ええ感じやん。適度に人もおるし、かといって3密にもならない。ちょうどええんちゃいます、この感じね。
道広いな、結構。はあ、あ、ええ感じやん。適度に人もおるし、かといって3密にもならん、ちょうどええんちゃいます、この感じね。ああ。道広いな、結構。はあ、この奥ずっと行ったらまた、うん、あれか、梅田の方とかに行けるんか？適当なこと言ってますからね。ご存知の方はどんどん、ご指摘しといてくださいね。ただ東西南北ですからね、うん、南から北に行くんやから梅田の方で間違いないでしょ、うん、多分。で、港町の案内が出てきたら、だいぶぐるっと回った気がするけど、でもそこになんかまた大阪名物が、大阪名物がありますよ、こんなところに。なんやって、たこ焼きも何も見当たらんやないかってね。ぜひ、大阪といえば、この脇のわからん、くっそ安い、ダジャレ入りの自販機でしょ。何が安いって、普通こういう風に100円って書いてあったらね、こういうのが100円でな、で、ペットボトルはな、ないけど、ちゃんとペットボトル100円なんかね、大阪なんですよね。キュートレも100円よ。マジか、マジか、買ってこ。お、パチモンちゃうやろなと思ったら、ちゃんと本物や。すごい。あ、こういうのがあるからね、あの大阪の街はね、ぶらりすると楽しいんですよね、うん、なんなら100円やったらまだちょっと高い方ちゃうのって言われそうですからね、うん、本当ね、探せば80円とかでもね、あるぐらいですからね、すごいよね、うん、さあ、ちょっと暗くなってきたから早めに撮りたいなと思う勇気もある反面、何せ、この後の時間の予定で言うとね、まあまあ、予定が待ってる。あ、待って、桜川駅方面、こっちに出たらあったらあかんやん。桜川駅の真ん前なんやで。あ、ちょっと大回りになっとるな。戻れよって話ねんけどね。な、多分さっきの道をね、ずっと行ったら桜川駅の方なんやろな。うん。でもこの辺りも12時間1000円やと。あれで24時間やと1200円なんや。おもろい価格設定やね。うん。12時間まで止めたらなんかすげえ損した気分になるな、逆に、うん。繰り返し適用されませんけど、こっちは繰り返し適用されます。なんかわけわからん仕様やな。引っ越す人も多いんやね。引っ越してきたんかな？引っ越してきた感じやね。うん。引っ越し屋さんの場合はね、ナンバーが見てね、こっちのエリアのナンバー取っちゃったら、大体そっから引っ越してきたっていうパターンですからね、うん、要はチャーター便の方式ですからね、赤月バー、いろんな店あるやん。待って、節操ないなぁ。豚骨ラーメン、醤油ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、トマトピリ辛ラーメン、何これ。あ、ネギラーメンか。見事に節操ない。おい、言うとったら80円払った。え？あるし、朝貸しとったら80円。ほら、すごい。全然聞いたことない、メーカーの。全然聞いたことないやつやけど、ちゃんと500ミリリットルぐらい入ってそうなペットボトルが80円。すごいよなそういうわけでも普通に無力席とかね、 UCC のブラックとか80円ですからね、普通に安いね、くっそ安いね、アホみたいに安いね、アホちゃうな、本当に。大阪の自販機で買ってきて名古屋で売ったらボロ儲けできそうなことやね、さすがにそこそれは無理か。証明写真も500円もなく安いな、大阪やね。中尾がある大阪やね。別に大阪じゃなくてもあるけどね。でも、中尾の発祥は大阪ですからね。そうそう。大阪のうどん屋さんなんですよね。なもんで、かたくなにハイカラうどんっていう呼び方を書きませんからね。あのメニューを。
あれは大阪のうどん屋さんならではの表現なんですってね。私中うの表現なんやと思っとったら、あんま四日市の方やと思う、はいからとか使いませんもんね。おう、いやけど値段見てみたら850円するんやね。もうちょいリーズナブルかなーっていう、希望的観測で見てましたけど、麺屋たけちゃんとかいろいろありますね。タコベ、何はあの味、桜川本店、本店ってなってるからね、ここが本店なのかな、総本家みたいなのが落ちないのかな。でももうとりあえず桜川は桜川ね、この辺りで。で、中尾もあって、いろいろあるな。たこ焼き。すいません、じゃあたこ焼き箱をお願いします。はい、ありがとうございます。いやー、たこべーさん、へー、パックで400円で10個で500円ってことは2個あたり100円っていう計算か。お得やね。おっとっとっと、いいですね。食欲そそる香りや。これで桜川駅、千日前線の桜川駅ってなっとるから、すぐ近くに阪神の桜川駅もあるはずなんやな。そういうことやな。10月19日です。すごいな。潔いな。そうか。50円でな。そう。飲んだところで問題ないですからね。そう。もうすぐ1本開け終わるし、なんか買ってこうか。50円カルピスときだけど、ほら、みかんサイダー気になる。80円って。まあこういうとこもご愛嬌やね。まあちょっとこれが気になったらこれ買いましょう。このジュースのこんなんあるんやね。こっちもね、そう賞味期限切れてますよってなってますけど、賞味期限やでね。そう飲んだところでね、どうってことないいんやからね、その場で飲むんやで。どうせ自販機ならその場で飲むんですからね、それでええんやけどね。これね、そう、東京の方とかに行くと、もう全部大量廃棄な、何トン単位で、ね、廃棄になる。私、実はその東京から、その水とかでね、大量にね、もう何トン単位でね、廃棄でね、届いたやつをね、処分するところとかね、見学したことあるんですよね、昔ね。そう、一応環境保護活動みたいなことのね、あれやってましたからね、そう。あれもったいないですよ、見とると。ね、賞味期限ね、一週間ぐらい切れたやつが、大量に、網棚みたいなところに入ってね。まあ、ゴミ箱みたいなやつやさ、でっかーい。ねえ。そう。それで、全部これ捨てやなあかんのですわ。一本もらって欲しいんやけど、いや、これ、そういうことすると、法律に引っかかるんでって、捨てやなあかんのですって。まあ、それはあっちの方やったんで、東の方やったらこんな、喋り方やなかったですけどね。いや、もったいないわと思ってましたからね。その点やっぱ大阪はね、その点そういうのをね、いや、その分安して売れたら儲けもんやってね、見切り品の発想ですからね。で、桜川駅からちょっとまだこっちなんかな、なんかちょっと違うな。一本南か、わからんまんまうろついとるけど、もうちょっとこっちの方なんかな。普通にまっすぐ直進で行ったらこんなに時間かからんはずないけどね。
のが最短で行くっていうのをね重視してませんからね。そんなことやったらね、そもそもねあんな8時間もかけて四日市から大阪まで来ようなんて思いませんからね。時が終わったからもっともこもないことどんどん言ってきますよ、どう考えてるやつ近鉄で行った方が安くて早いしね、便利やん、ね、すぐ難波のど真ん中に入れるし、ね、ああジャパンは三重にはないですからね。奈良に入った瞬間にとんでもない勢力を誇ってますけど、あの天理とかね、どうぞは置いてないみたいやけど看板にはちゃんといますね。あのとんでもないインパクトのキャラおっちゃんがいますね、ちょっと暗くて分かりにくいけど安いなぁ。串カツ100円、ドリンク150円、250円から楽しめるやん、すごいなぁ。やっぱ1000円でちゃんと楽しめるような構造なんやろな。桜川からまだもう一筋向こうなんや。あ、途中じゃあ完全に逆走しとったな。ああ、マクロ料理の店かまず。あれ、ここでぶった切れとんねん。こんなところに、銭湯って感じのヘルシー温泉年中無休。すごい、複数店舗でやっとる。あ、ちゃんと南海塩見橋駅書いてあるね。すごいな。なんて書きでしれっと港町に出したら私風情感じますね。なんとなくなんかすっげえの置いてある。何これ、ラドン発生装置。ラドンって言ったらうちらの地元にありますね。あそこ、希望層がね、ラドン浴って言ってやってますけど。はぁー。で、450円安い。なぁ、近所にこういうね、お風呂屋さんあったらね、で、まあ、四日市は言うて結構残ってる方なんですけどね、実は。工業都市のど真ん中なんで、コンビナートで働いた、ね、おっちゃんたちが使うっていうんで、今でも結構実は銭湯残ってるんですよね。まあ、だいぶ潰れましたけどね、全盛期はすっごいあちこちやったらしいですけど。私がちっちゃい頃に通い取った銭湯ももう潰れちゃってね、ないんですけどね。もうなくなっちゃったから別にいいか。東新町の方にある店ね、あそこはね、一時期週一とかでね、ちっちゃい頃はね、おばあちゃん家かの近くにあって。で、おばあちゃん家に行くと、じゃあ銭湯行こうかって言ってね、銭湯に行くっていうね。だからケロリンの桶使ってましたよ、リアルで、ここはフレッシュマート、アポロ聞いたことないわ。玉でやなくてもう十分安いですから、ね、あれか松屋もあるんや、あれ好き屋もあるんや、吉野家よ揃っとるんや、で振り向いたら吉野家あったりするんやろ、ないな、そやないよ。あるとしたらここで出てくるって見たところへんやろ、ああ、綺麗な桜川駅が出てきた。これが阪神の桜川駅か。阪神電鉄桜川駅ってなるのね。この駅はこの駅で、よく YouTube で動画曲がってますよね。上はこんな感じなんですよ。綺麗ね、おしゃれ。後からできた駅でね。阪神の駅やのに近鉄の電車が余計やってきて、近鉄の留置線があるんで、いっぱい近鉄の電車がね、見られるっていうんでね、乗務員交代とかもこっちでやったりとかするようなケースもあるらしいですね。っていうので、結構、面白い駅でね、阪神やのに近鉄の電車ばっかりやってくる駅ところですけど、実はその桜川駅の上っ側のところが、もう桜川駅ってなっとる、ね、なっとるでしょ。のところの交差点が、ああこっちにあったね、塩見橋ってなってますよね。そう桜川と塩見橋、桜川にかかっとる橋の名前が塩見橋なんかな。適当なこと言っとるわ。もうなんかこの動画の再生数が増えるたびに大阪を敵に回しとる怖いですけど、まあ食べ方に許してください。で阪神桜川から阪神の桜川から、もうこ
りね、ここ乗ってすぐ行ったら行きたい大阪ナンバーにはすぐ行けるんですけどね。あ、これ落書きじゃないって、こういうデザインなんや。なんかすごい綺麗になっとる。何これ、塩見橋で、これや、これが南海塩見橋駅で、阪神桜川から阪神の桜川からもうこれで、ね、ここ乗ってすぐ行ったら行きたい大阪ナンバーにはすぐ行けるんですけどね。あ、これ落書きじゃないって、こういうデザインなんや。なんかすごい綺麗になっとる。何これ、塩見橋で、これや、これが南海塩見橋駅。へえ、列車は次何分に来んの。あ、 IC カードも対応しとるんや。あ、有刺激になっとるんや。へえ、10分40分、18時も40分行ったところか。ああ、まあでも30分に1本あるんやな。へえ、なんか雪の作りは立派や。なんでこれ、なんかめっ立派な温度計もあるな。何や、今何度、今18度、ちょうどええ温度やね。利根薬局さん、どこにあるのかわからんけど、せっかくやで乗ってこうか。あ、こんにちは。ちなみにこっから何番まで乗ったらいくらなんや。260円か。あ、ていうか行こうか、チャージしたらいいね。あんまりね。よっしゃ、買ったで、せっかくやで乗ってきましょう。よっしょ、おー、よっしょ、おー、ターミナルですね。すごい光るんや、ここのターミナル。せっかくだからやっときますか。今度何回でもやってみたいですけどね、ターミナルってことでね。赤く塗ってあるし、ここ独特やね。そう、この岸田と玉田まで行けるんだよね。でも案内とかはちゃんと新しいのにね、こう変わっとるで。なんか朽ち果てた感はないですよね。ちゃんと生きてる駅って感じはありますよね。この辺りの標識の書き方とかはすごく歴史を感じますけど、あとなんかめちゃくちゃミラーが多いですけど、すごいね。相当作りは古いねこれ。よし、せっかくやで、さっき買ったたこ焼き食おう。よっしゃ、まだ十分あったかいですね。焼きたてのそのまま入れてくれてましたからね。おーおーおお、これね、やっぱ大阪といえばね、このちょっとトロッとしたね、素焼きなんてのもあるあたりが、素焼きやと何なんか、そのままってやっぱ食べるっていうのか、もしくは自分の好みのソースがね、家に置いてあったりして、そういうのやっぱかけて食べたりするのかな。よし、いただきます。これだ、こんな感じやろな。よいしょ、うまっ。ソースがかかっとっても出汁の味がしっかりするで面白いですよね。やっぱ大阪のたこ焼き、ああ美味しいわ。
このまん丸というよりつないだらちょっとふにゃってなる感じのね、いい感じでソースが染み取るのがね、またね美味しいんですよね。これ大阪難波から一駅だけ離れたところですからね。いいですね。そうやね、大阪難波から一駅しか離れてないでね、まあ、今260円の切符で行きましたけど、多分阪神で行ったら初乗りの160円ぐらいで行けるんやろね。でも阪神のホームではね、まあ、新しくて綺麗なホームみたいですけど、いやこの風情はないでしょう。ね、この大阪のもう一本外れた先にね、すごい人がいっぱいおったけど、ね、一気にこの落ち着いた空気になって前で買ったたこ焼きを食べる、これがやっぱ大阪ですよ。ヤマトの人が走ってくなと思ったけど、そこがヤマトのセンターなんや。もともとは結構物流の拠点になるようなところだったんでしょうね。だって港町がもともとそうだもんね。海運とか、港湾とか物流のね、国鉄 JR のヤードもあったわけだし。塩足にってなってるね。駅と駅の間にある駅の名前で通るんやろね。近鉄はどっか起点駅があって、そっから、1,2,3 で次の駅になったらその駅から1号2号みたいな感じで振りますけど、これも面白いですね。でもこの電柱も相当古いよな。ちょっと見たら、空はすごい新しい駅のエスカレーターがあるけど、こっちは地上ですからね。うまかった、美味しかった。いやーええー、なー、ちょっとお腹も膨れると、眠気が眠気に襲われてますけど、ぐねぐね歩いたんで、小1時間かかりましたけど、まっすぐ来たら20分もかからんのちゃうかな。15分とかそれぐらい着くんちゃうかなっていう距離ですからね、歩いてるよ。車やったらものの数分ですよね。こんな感じってね。まあでもそれ言ったらそうか、名古屋もそうか。名古屋も名駅ね、すごい栄えとるけど、この前行った亀梨じゃない、亀有じゃない、あの駅亀有亀梨じゃないよ、亀浦じゃない、何だったっけね、この駅この駅調べて出しておきます。で、名古屋から一つ境側じゃなくて伏見の方じゃなくて、高畑寄りの方のね駅、あれもね確かに一駅いただけでだいぶとね閑散度が出てましたしね。感じとしてはそんな感じかな。そうやね、名駅も駅西なんかはね、ちょっと歩いたらもうすぐにね、なんか渋い感じの商店街とか出てきますからね。ライオン堂さんっていうたこ焼き屋さんとかあるところらへんね。なんでたこ焼き屋さん記事になってるのかあれやけど。いや、でもここはゼロキロポストってあるのかな。考えてみたら、キロポストがどっかに、起点ポストがあるかな。
あ、と思っとった列車来た。お、列車が来た。ここは白線までなんやね。おー、塩見橋。岸里玉で。おー。あ、岸里って呼ぶんやな。あー。ワンマン運転なんやな。へぇ。お、列車が来た。ここは白線までなんやね。へぇ。おー。あ、ひぶさとって呼ぶんやな。ワンマン運転なんやな。へぇ。おぉ。ねえ。わぁ、ゆるいなぁ。ゆるいなぁ。いいなぁ、大阪。ねえ、あそこなんかも、阪堺電車なんかもね、ゆるいなぁって感じありますけど、また違った。こう渋さがありますね。ああ。言っときますけど、阪神、ね、何回も言いますけど、阪神電車で一駅行ったら大阪難波ですからね。うん。すごいよな。車で数分の距離で、この、ああ。いやー。よいしょ。こういう時に普通のね、YouTuber さんがちゃんと前を確保するんやんって言うけど、うちはそういうチャンネルじゃないですかね。いくらでもいいカメラでね、そう、今日もね、あ、いいか、別にそんな人じゃなくてもいいか、一人しかおらんね。貸し切りだ。窓開いとるし。ああ、もう。ええな、この感じ。この割にはなかなか、めっちゃ良さそうなプロモーションになってますけど、半端なく良さそうなことになってますけど、気をつけないとね。オムニチャンネルさん、オムニってなんか流行ってますよね最近。違う、何の話しようとしたっけ。あ、そう、これ東急なんや、東急車両なんや。昭和45年、昭和45年ってことは50歳ぐらい。わあ、すごい、すごいですね。時代を感じますね。そうやね、そういう計算やね。昭和49年って言ったら、昭和49年、じゃあ49年じゃない、昭和45年やろ。昭和45年ってことは、1970年生や。1970年やな、45年やったら。そうやね、1970年、東京オリンピックの6年後やろ。大阪万博とか、うん、大阪万博とかのぐらいの時ちゃうの？もう車両ですよ。すごいなぁ。JR 難波よりもあれか。JR 難波も国鉄車両が走っとったけど、あれ50年はさすがに経ってないよな。40年ぐらいじゃない？いやぁ、いいですね。で、しかもやっぱ大阪は、こういったところにもね、ちゃんとターミナル駅やるっていうのは、このターミナルやってる身としてはね、ありがたいですよね。東京意外と全部直通直通だから、ね、ちょっと探してみたんですけど、意外とないんですよね、ターミナルっていう駅は。
うなるわ。そりゃこうなるわ。そう、やってきましたよ。ホームが変わると一気になんかこの電車も、うん、おじいちゃん感が出ますよね。なんかやっぱさっきのホームやとなんかしっくりくる感があるけど、なんなんでしょうね。やっぱこう、へえ。一応そうだ、ここも端っこ、あ、これ切り取るんだよね。へえ。と道中は全部伏線なのに最後の駅だけ単線になってるって構造なんやね。へえ。一面一線なんやね。へえ。おもろいなあ。あ、でも この乗り場はちゃんと書いてあるんや。これ06の1に出演立ち合いになってますもんね、ちゃんと。へえ。よいしょ。よいしょ。そう、やってきましたよ。ホームが変わると、一気になんか、この電車も、うん、おじいちゃん感が出ますよね。なんかやっぱさっきのホームやとなんかしっくりくる感があるけど、なんなんでしょうね。やっぱ、こう。へえ。あ、一応端っこにあるんや。へえ。一応そうだ、ここも端っこ。あ、これ切り取るんだよね。へえ。と、道中は全部伏線なのに、最後の駅だけ単線になってるって構造なんやね。へえ。一面一線なんやね。へえ。おもろいなぁ。あ、でも この乗り場はちゃんと書いてあるんや。これ06の1に出演立ち合いになってますもんね、ちゃんと。へぇー。へぇー。よいしょ。よいしょ。さあ、降りたで。ここから何乗ってもいいんやね。とりあえず何番に行きゃいいんやで。もう確定で全然問題ないはずやけど、うん、いや、こういう時に入るでしょうね。世のちゃんとした YouTube の人やったらこの間で特急の指定席買ったりとかそういうようななんかお遊びをやるんでしょうけどね。予算使い果たしてますから。
うわ、え、どっちから行った方が早い？こっちから難波方面、今宮、今宮恵比寿、萩野茶屋、高野山方面で、こっちは分かんないよな。高野線の難波方面はこっちに来るんやろ。難しいな。こっちの方が良さそうやな。みんなこっち行くし。よし。他にあそこら辺のやつ見るともうクソ高く見えるもんな。50円とかで売ってるところがあるんですよね。あ、でも先にエスカレーターもある。いや、たこ焼き分、カロリー消費やん。あ、電車が駆動とかする。え？スーパー列車なんてあんの？え、通過線？特急止まらんのや。へえ。あ、通過線作ってあるんやね。よう見てみると。で、エスカレーターも作ってあるんやね、ちゃんとね。玉手川。でもそう、塩見橋とかねさのあたりの駅を見てきたから新しい駅感があるけど、考えてみたらここも十分年季は入ってますよね。そういうのに何回は狂気か。あ、で、向こうが、向こうは高野線の駅か。こうして見るとき、まあまあ離れてますよね。どう、桑名と西桑名くらいは離れとるんちゃう？まあ同じホームで繋がってますからね、そんな不便はないんでしょうけど。向こう、列車入ってきた？あ、向こうの方が早かったか。まあいいや。あ、PHS のアンテナ発見。これは、終盤の方に出てきた、高周波タイプのやつですね。あ、向こうの2から電車出てくわ。あっち乗った方が早かったな。間にマックスバイあるんや。広い構造ですね。で、次何分に来んの？列車案内がさっきから出てきた。マジか。これじゃねえみたいな。ここ方面だか。18時。あ、こっちやで。28分か。あんなこと囲ってあるの。飛び出しちゃう。止まってるよ。あれね、少ないやつかな。
まあ迫力あるね。さあ乗ってきましたよ。ナンバーまで来ましたけど、まず先に行っちゃいましょう。この二扉車ってすごいですね。ロングシートやからくっそなっかいおもろいなーって言っとったら着きましたよ。大阪ナンバーじゃない、南海ナンバー駅ってことは、ここはね、なんていうかって、ね、我々ターミナルを襲ってる人間の聖地ですからね。ここは何せ、何千あるんやったっけ、めっちゃあるでしょ聖地って言っといて、そなた調べてないんかって言われそうですけど、9面8000か、9面8000でっかいよね。この青い方が南海線で、肩魚線、何これ、あ、そう、蚊だな、そう、蚊だにも行きたいんやけどね。これ前の兜駅って言ったでしょ、同じ感じでね、蚊ですからね、また茶番やりたいなっていうのはあるんですけどね、今日はちょっとね、茶番やる余裕がないというか、そっちまで回っとれないんですよね。課題って帰ってくるのはいいんですけど、あの課題の方に行くのはいいんでしょう。兜に寄れないんですよね。でこっちが高野線、高野線は、高野線にもいろんなすごいですね、ターミナルとかで、もうどんどんひっきりなし電車出てくるし、今日の線北の電車が来てますね。これ線北の電車じゃないですか。あら、痛々しいラッピングしてあるっていうか、そうだ、こっちに来たらこれが走ってんだ、すごいですね。あのちょうどたまたまこの前北西線で買ったクリアファイルに書いてあった子ですよね、泉香美ちゃん。そうまさかこんな感じで、そっか、来ることになると思ってなかった。そうだそうだ、仙北から乗り入れてきてますからね。こんな車、いや、これ見るとあの北西線の方は、まだまだおとなしい感じがありますよね。ど派手にやっとるやな。でもこの辺りはね、普通に可愛いキャラクターなりになってますからね。なるほど、そうきたか。オタクども端っこ乗っとって、どうせお前ら先頭車両に乗って、な、全面展望とか取って取り手ってやるんだろうっていうね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そういうわけではないかもしれんけど。多分、仙北の方に行ったらまだグッズが売っとって、まあ、ただ売っとるグッズが多分、あの、北西線のと一緒のやつですから。あれですけど。あ、でも、ああ、やっぱ西のターミナルが、天王寺もこんな構造ですよね。何これ、確定コンボ。まだ戻ってんのこれ。河内長野の保育所もあるんや。一回は河内長野の保育っていうのも手ですけどね。仙北で、仙北押しますね、ゴリッゴリ仙北押しますね。とか南城平成な、これ長えな、こんなところにもう一丁ターミナルあるんだ、すげえ。
広いな。あれ、こっちはと古めかしいホームがあると思ったらめっちゃホームドアついて、いやなんかインパクトあるな。しかしこれそのインパクト強えなぁ。電車ならではね、でもナノゲージの電車ちっちゃいですからね、ここまで乗ると晴れなことはできませんから。ねえ、前側だけ見とけばね普通にかっこいい電車なんですけどね。でそっか、こっちは普通列車しか来やんから、扉の数とかね、扉の位置が固定できるで、これでホームドアをつけたんですよね。向こう側は多分降車専用なのかな。へえ、なんかすごい、一つ扉開けるとすごい奥は歴史感を感じる感じですけど、そこに悩むのが川地長野行こうと思ったら何かで行った方が早いんですかね。それともやっぱし近鉄の方が早いかな。近鉄やったら川地長野準急できるやろ。あれはあそこ特急停車駅やったよな、南海。じゃあ普通に南海で行った方がやっぱ早いかな。また川地長野のあのマグロ屋さん行きたいですからね。毎回行くたびにマグロじゃないアナゴやら何やらかんや買ってますけど。さあということで、さあ塩見橋かな。この辺りとかもすごく歴史感ありますよね。そう南海そば、かやくご飯ねえ、名古屋に行った瞬間に全く通じませんからね、火薬ご飯。あれ、四日市やと火薬ご飯通じるんやけど、なんででしょうね。ただ一つ言えることは、火薬ご飯とかかしわ飯とかね、かしわ飯はでも九州とかでも使うか。ね、ハイカラとかにしても、ここもハイカラちゃうん。これはかけになっとるな。200円、安いな。ちょっとかけそば入れておこうかな。コロッケうどんって何、ちょっと気になるけど。コロッケうどんって何か書いてあった。チーズうどん、あ、すいません。はい、だ食べてきました。南海そば食べてきたんですけど、面白いですね。コロッケそば美味しかった。過ぎるまでスープがガツリ飲んじゃいましたけど、この通りの感じでもいいですけどね。安いし、あれ300円ね、安いね。いや、美味しくいただきました。よっしゃ、いいですね。いろいろ店も入っとるし、駅中もやっぱ充実してますね。どんなのがあるの。まあまあ、こんなに知らずでやったな。よし、じゃあね、さあしっかりね、塩見橋線も乗ってきましたし、改札出て、ただちょっと密を避けないといけませんからね。ここから先はね、3密危険地帯ですからね。よし、あ、かわいい。あれがあんなん出るんや。あ、わかった、いつもあれや、 IC カード使っとるでや。今日はね、やっぱ塩見橋でお金を落とさないといけませんからね。ね、あのどれぐらい それで違いがあるのか分かりませんけど、なんか気分的なもんで塩見橋で
ね、ちゃんとお金を落としていくと、なんか店の駅の売り上げになってる感があるじゃないですか。実際あのあれなんかもそういう計算らしいですもんね、あの営業係数とかね、うん、そう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 、これででかい駅が、主線として通っているところの線路が、圧倒的に採算性がいい計算になるっていうね、さあ JTB とかもあるし、まあ、ここからこの南海から近鉄にかけてはね、もう難波のど真ん中ですからね、ここはちょっとでなるべく3密を避けていかないといけませんから、ここが一番危険地帯でね、そうそうそう、よいしょ、さあ乗ってきましたよ、難波まで来ましたけど、まず先に行っちゃいましょう。この二扉車ってすごいですね、ロングシートやからくっそなっかやねこんな長いロングシートを初めて見たさあ作り、普通三扉車とかだったとしても間にもう一個扉が入るからね、え普通大体ロングシートの電車って4こういったね、4扉車が多いですからね、なんでこんな2扉車なんて作ったんでしょうね、特急用とかだったのかな、おもろいな、すごいな、しかしあの2扉車っていう表示は妙なインパクトがありますね。でこっちが高野線、はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今はね、どこにおるかというと、ね、まあ、続けて撮ってますから、あれですけどね、大阪府大阪市、まだ大阪府大阪市ですよ。ね、この後どうなるかわかりませんけどね、11月のね、1日に投票で、投稿がある頃にはもう結果もわかってると思いますけど、そう。今ね、収録時点ではまだね、なんか都構想の、投票の前の、前なんでね、24日なんでね、今日まだ。はい。おー、すごい人。そう。で、今日ね、何の用事かっていうと、今日はね、まあこれは難波の駅前の方に来てるんですけど、ね、賑やかですよね。もう大阪難波のね、駅のすぐ近くに来てるんですけど、よいしょ。今日はね、今から何をしようかっていうと、四日市に帰ろうってわけですね。まあ、行きの動画はね、JR 行きましたよと。JR のね、四日市から JR の難波までね、在来線特急で行ったらどうやってってね、やってね、まあ、あれ、凄まじい結果に終わったわけですけど、よいしょ。8時間40分かかったんでしたっけ。8時間20分か、ね、かかって。やっとこさの思いでついたっていうね、やってましたけど、よし、あ、ここに出るんや、そうそう、いかんいかん。でね、帰りはね、じゃあ比較でね、何をするかって言ったら近鉄に乗りましょうってね、何やと、まあ、ただ近鉄に乗って、帰るだけかって言ったらね、いや火の鳥に乗ろうってことですね。まあもうそろそろ今さだ感があるでしょね。でね、もう一人の動画も散々出尽くしてると思うんですけどね、今回はね、どういう風に変えるかというと、難波から四日市まで、難波から四日市まで、乗り換えなしで四日市に帰ろうってわけなんです。ここ重要でね、でもこれね、まあ、四日市に住んでる人とかね、ね、ある程度ね、ちょっと鉄道に詳しい人やったら、いやいや、ちょっと待ってとね、火の鳥っていうのはね、公衆運用につくんですよと。公衆特急、公衆運用、落とし運用っていうのがあってね。で、あっちか。その、落とし運用は普通の特急や、最近はアーバーライナーもあるようになってますけど、で、公衆運用に入るのが、火の鳥なんやから、火の鳥はね、普通には止まるけど、で、八木に止まったりするのがあるっていうのはね、これは有名なんですけど、何、四日市に止まらんやんって話なんですけど、実はね、1日1本だけ、しかも名古屋方面のみ、四日市に停車する火の鳥が設定されてるんですよね。ということでね、よし、じゃあせっかくやからそれに乗ろうってことです。これがね、21時発の特急火の鳥。こいつはね、なんと、四日市に泊まるんですって、なら、これに乗って、
乗り換えなしでね、普通だったら通電乗り換えてまたしないといけないんですけど、それしなくていいっていうんでね、やってみようってことですね。で、これね、近鉄の株主優待券でね行こうと思います。すいません、重たい重たいのもあんまりギリギリの時間に来てしまった。あ、でもまだ15分あるな。これね、21時発の特急ひのとりね、これは2番乗り場やで、ここか。よし、あ、で違う、ただ6号車なんでね、1番そう、今日はね、ちなみにどうしようかなと思ったんですけど、あれ、あそこは取れたんですよ、あのプレミアムシートがなんと取れたんでね、あ、取れる、しかもいい席がね取れたんですよ、っていうことなんでね、よし、じゃあ乗っていこうじゃないかということになったわけでございます。まだ僕手さえになったんだ。まあ私も今回あれですけどね、チケットレスのやつで買ったんですけど、そう、チケットレスので、よし、そう、ってことはこれね、今アーバンライナーとかひろとりって書いてありますけどね、よく見てくださったら21時半長行きの、途中の停車地が上本町から鶴橋で、そこから通馬に止まらない、八木とかには止まらないんですけど、なんとこっから広子四日市桑名って止まるんですね。ほら、これね、1日の1本だけ今のところね設定されておって、11月から増えるって話なんでね、それでどうなるかなっていうところなんですけど、多分すぐにはこういう運用は増えないんじゃないかな。とりあえずはアンバーナージャーの公衆運用を多分置き換えていく形になると思いますんで、基本的に公衆運用のやつがこの夜のやつだけね、あのアーバーナージャーの時にも確かあったんですよ、うん、夜のその名古屋方面に帰る人は直接四日市とかの人でもと降りて帰れるようにっていう設定があって、それがこの火の鳥でも1日1往復だけ残っとるということなんですね。まあ、ただここ ひっきりなしの、ね、駅ですからね。ああ、向こうでは向こうで火の鳥止まってますけど、そうで、今日はさっきもちらっと出ましたけど、これね、株主優待を使ってお得に移動しようじゃないかというわけですね。ちなみに火の鳥がよいしょ、お、もう向き書いてあるんですね。あ、でこいつがあれか、引き込み線で掃除しながらそのままこっちに戻ってくるんですかね。ちなみにこんな感じでね、もうチケットですね買いましたけど、あとね6号車のプレミアムシートの1番最前列が取れたんですね。やったーってことでね、ちょっと楽しみにしてます。初めてです火の鳥に乗るのね。いや、なんやかんやずっと乗ってませんでしたから、よっしゃ。ってことはこれがね21時発で22時45分、なんと声です、1時間45分で着いちゃうんですね。早い。じゃあちょっとここで軽くおさらいをしましょう。 JR で行った方はが JR 四日市から、新宮経由でねぐるっと回っていきますよね。東急2つ乗り継いで、料金が、時間が8時間20分でしたっけ。8時間20分かかりましたよと。でこっちは対して1時間45分を、四日市行きの特急の中でも一番早いですからね、途中の停車駅が少ないですから、はい、通までは止まりませんからね、これはすごいですよ。で、料金はこれねプレミアムだから今回高いですよって言っても、1640円にプラス800円なんですよね。だから2440円、これに運賃がバッと入ります。ですから、1500円で今回こいつのチケット買いましたから、3940円、ね、3940円、
JR の方が、12,560円。おお。3回乗れますね。プレミアムシートで3回乗れますね。という、驚きの値段差、まあそれは仕方ないですけどね、まあ全然目的が全然違いますからね。比較対象としてどうなんやって話ですから、なんですけど、まあということでね、やはり難波からね、四日市の移動はね、近鉄がやっぱ便利そうだなと、もう今の段階であれなんですけど、でも分かりません、シートがね、向こうも特急でしたからね、南紀と黒潮のね、ツートップ来てましたからね、JR 東海のエースと JR 西日本のエース来てましたから、これはちょっと座り心地とかでね、いくら火の鳥のプレミアムシートでも、もしかしたらね、個人的な感想では変わるかもしれませんからね、まあ、どうなるか、どう考えてもあのプレミアムシートの方が良さそうですけどね。そんなの考えるまでもないだろうってことですけど、実践してみないと分かりませんからね。さあ、じゃあ実際に乗ってみましょうってことでございますね。さあ、飲み物も買ってあるし、食べ物はもううどんも食ったしか。よし。結構発車までの時間が早いですからね。
ご利用いただきましてありがとうございます。この電車は名古屋行き特急ひのとり621列車です。次は白子です。 Thank you for taking the Kintetsu Limited Express Hinotori. This is the Kintetsu Limited Express Hinotori number 621bound for Nagoya. The next stop is Shiroko. この電車は名古屋行き特急ひのとり621列車です。次は四日市です。湯の山温泉方面と四日市アスナロー鉄道線はお乗り換えです。 This is the Kintetsu Limited Express Hinotori number 621 bound for Nagoya. まもなく四日市に到着します。湯の山温泉方面と四日市アスナロー鉄道線はお乗り換えです。お出口は左側です。扉にご注意ください。いやあ、あっちいますね。着きましたね。止まってますよ。四日市火の鳥がね。あ、しかしやっぱ夜は冷えるな。さすがに T シャツ着ないと冷えるな。いやあ、ついにプレミアムシート座りましたけど、やばいな。これに慣れたらもう普通のシートに戻れんな。いや、めちゃくちゃ楽ですね。まあ所要時間も短いですしね。1時間45分、2時間かかりませんからね。なあ、大阪から1時間45分で来れるんやから、それは楽なのは決まってるはずなんですけど。あ、そういや、連結が違うんやな。へえ。3分間停止時間があるんやな。へえ。はい。
ってことで、まあ、座ってきましたけど、いやー、ほんとよかった。いやー、このシートやばいですね。いやー、プレミアムシートの味を占めたら、これは本当に戻ってこれない。いやー、これだったら本当に2時間とか3時間、全然平気ですね。うん。まあ、揺れも少ないですしね、線形もいいですし、やっぱ標準機ですし、ロングレールだったりとか。めちゃくちゃ静かですしね。もう。出てた出てた。いやー、ということで、火の鳥を見送って、まあ総評でいくとね、やっぱしで、ちょっとね、途中で料金とかもまとめましたけど、今回の JR で行ったルートの方が大回りね、まあぶっちゃけて言いましょう、大回りルートですよ。大回りルートかね、南紀黒潮ルートの方が12,560円で、でこっちの方が3,940円。ね。うん。ね。料金は圧倒的にこっちの方がいいですし。で、所要時間もこっちは1時間45分。向こうが8時間40分ですからね。まあ、それだけで言ったらね、もう普通にやっぱし大阪に移動するんやったら、やっぱし近鉄特急最強と、いうことなんですけど、まあでもね、あっちの方のね、南紀黒潮はね、やっぱしね、道中の景色は、いいですよね。もちろんこっちの方がハイデッカーなんで、見やすくはなってるんですけど、結構全面展望とか、まあ夜っていうのもありますけどね、そんなに展望が、いいのはいいんですけど、ちょっと結構反射してね、見にくかったり、まあ昼間やったらまだ違うんでしょうけどね、うん、とかもありますし、で、乗っとってね、結構車窓とかがね、楽しむっていうところで言ったら、あっちの方が良かったですし。で、するので、大阪に行くというよりも旅行で周遊してね、新宮とか勝浦あたりまで南紀で行って、で、そっからまあ白浜で一泊二日するようなつもりで、途中下車をしながらね、ブライブライとローカル線をね、楽しむとかっていうような使い方は全然ありなんじゃないかな。そうするとね、多分1万円ぐらいでできるんじゃないかな。南紀の方の特急券が2000円ぐらいでしたよね。で、8000円やから、それで1万円でできるでしょ。そうそうそう。まあ、あとは周遊パスみたいなやつとかね、お得なやつとか、使えるんやったらそういうのを使ってやったら、いいかもしれませんし。あ、そうそう。基本的に大阪までとか、まあね、大阪市内までとかになりますけどね。難波までわざわざ買わなくても天王寺とかでいい。というか、大阪市内共通ですからね。大阪駅とかまでも一緒の値段で行けますから。っていうことを考えると、そういうような、まあ途中下車をしながらこう楽しむのはよく私がやってるパターンですけどね。でしたら、8000円で3日間有効ぐらい買えますからね。うん。それなりに距離がありますから。うん、でしたら、2泊3日ぐらいでも行けますしね。そうそうそう。そういうことを考えると、道中のね、沿線を楽しんだりとかっていうような旅をするのには、一つ、一石を投じれたんじゃないかな、なんて勝手に思っております。まあ、やっぱ、大阪難波行くならやっぱ、近鉄特急ですね。これでも火の鳥、難波行きの四日市停車もぜひ増やしてほしいけど、まあ、まだまだちょっと先ですね。まあ、通で乗り換えればいいんですけど、なかなか乗り換えしてやると、結局、所要時間がね、まあまあかかっちゃったりしますからね。悩みどころだな。でも、ACE のシートやったら、でもね、やっぱね、違う。全然座り心地が違う。ね、2時間座っとっても全然、腰にびくとも来てませんからね。そうだ、あんまり話しとると、アスラロー鉄道の最終日なくなるわ。あかんあかんあかん。よし、もうとりあえず帰るし、この辺りで締めよう。ということでね、まあとりあえず4日に気もつきましたし、まあそんな感じ、まあ使い方によってってことですね。うん。まあ単純な移動なのかね、観光としてね、楽しむなら、ああいった、方法もありなんじゃないかなという提案をしてみて、とりあえず、このね、一連の動画ね、締めさせていただきたいと思います。あ、松阪行きの特急もやってきますよ。ね。
いろいろやってきますよ。さあ、ということで、まあ、これぐらいでね、締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。もう11時だ。